デイビッド・ノーマン・ディンキンズはアメリカ合衆国の政治家。アフリカ系アメリカ人として初にして唯一のニューヨーク市長である。1927年7月10日にニュージャージー州トレントンに誕生する。ハワード大学で数学をブルックリンドースクールで法律を学ぶ。第二次世界大戦中はアメリカ海兵隊に従軍した。ニューヨーク州議会議員を経て1985年に マンハッタン区長に当選。1989年に4選を目指すニューヨーク市長のエドワードコッチを批判して民主党予備選挙に出馬して現職市長を破って本選に臨んだ。市長選挙では共和党のルドルフ・ジュリアーニを僅差で破って当選した。再選をかけた1993年の市長選挙ではジュリアーニと再び争い、この選挙では大差で敗北した。 初の黒人市長として人種間の緊張緩和に尽力し低所得者向けの福祉施策や犯罪抑止政策を推進し市職員の削減、ホームレス向けシェルター、教育機関の統廃合により財政再建の道筋をつけた。ただ人種のるつぼとされるニューヨークの表現を適切とせず、それぞれの人種がバラバラに固まっているだけの人種のモザイクと評するところに 初の黒人市長として、彼の抱えてきた底知れぬ苦悩が垣間見える。現在は、コロンビア大学公共政策大学院にて、都市政策の分野で教弁をとる。大教室での講義だけでなく、少数選抜のゼミも主催している。最新の公共政策の課題や理論を教えるため、ニューヨークの行政や、政治の最前線で活躍する多くの人々が、ゲストスピーカーとして招かれている。 2008年アメリカが衆国大統領選挙ではヒラリー・クリントンの支持を表明。これまでにもマーク・グリーンやフェルナンド・フェラーなど多くの政治家が君等を受けている。2020年11月23日にニューヨーク州にある自宅で93歳で死去した。ありがとうございます。